与えられたのは呪われた力と醜い体。でもいいんです、皆さんの役に立てたんですから。粉々にする。してくださいよ。ヨナは何も悪くなかった。ただ世界の混沌に巻き込まれただけ。俺は妹を守る。全てを滅ぼすことになっても。諦めない。自分を呼ぶ小さな声が聞こえる。振り返ると、暗がりの奥に少女が立っていた。あれは、ヨナ。ヨナなのか。危ない！
叫んだエミールが黒い塊に吹き飛ばされる。生き物のようにうごめく黒い影が少女の全身を覆い尽くし姿を変える。違う、あれはヨナじゃない。違う。なら殺さないと。やってやる。恐怖に打ち勝つ力。やってやる。ヨナ、ヨナ、ヨナ、どこにやった？大丈夫ですか？落ち着いてください。ヨナを返せ。ヨナを守るんだ。生き延びるの。生き延びるんだ。